皆さんこんにちは、証券ママです。今日は山椒醤油を作ります。レシピとは言えないほど簡単ですが、とっても香り高くて美味しいです。ぜひご覧になって作ってみてください。それでは材料です。山椒ですね。山椒と今日は醤油だけです。これね、山椒、これ分量はもう適当でいいです。今日はね、今うちのこの山椒、今これだけ切ってきましたが、今ねこれよく洗ってあります。じゃあね、これ早速作っていきたいと思います。はい、まずですね、こういった山椒のこの柔らかいね、この上の部分、こういった部分はですね、これ結構大きめのを取ってきたんですが、こういったね、柔らかいところはこのままね、切って使います。そしてですね、こういった下の方のちょっと大きくなったものね、これはね、手間なんですが、この葉だけをこう取ります。こんな感じで。で、この軸はちょっとね、この下の部分は硬いので、これはちょっと使いません。じゃあこれを全部やっていきます。はい、こんな感じにね、葉だけをね、取りました。柔らかい上の部分は茎は取らなくていいです。こんな感じにね、茎だけちょっと残して、分量はね、これ適当でいいです。お作りになるね、この瓶の大きさに合わせて、これ本当に適当でいいです。じゃあこれをね、もう一度よく洗ってきます。はい、よくね、洗ってきました。そしたらこれね、まだ水気があるので、キッチンペーパーでね、これ水気をよく拭いてください。はい、そしたらね、粗みじんにしてきます。すごく細かくなくてもいいです。適当にね、切ります。そうするとね、やはりね、香りが出るので、そのまま入れるより、これの方が香りが出て美味しくなると思います。はい、このぐらいでいいです。はい、そしたらこういったね、瓶ですね。清潔な、これは煮沸消毒してある瓶です。これに、山椒を全部入れます。この分量は本当多ければ多いほど香りが強いですし、分量がね、少なくても少ないなりに醤油の量を減らしたりして作ってください。本当にこれ分量は適当です。はい。はい、こんな感じにね、瓶に入れたら、これに醤油をね、山椒がしたしたになるまで入れていきます。今日はね、山椒結構多いので、ちょっとね、お醤油多めに入れます。はい。こんな感じでいいです。そしたらこれに蓋をして、これもね、なるべく煮沸消毒した、蓋もね、消毒した方がいいです。はい、こんな感じに醤油を入れて、蓋をして、ちょっとね、軽くこうやって混ぜて、これで最低でも一晩、1日以上ね、つけると、この醤油に山椒の香りやね、お味が、この全部染み出てきて、とっても美味しい山椒醤油になります。じゃあ、冷蔵庫に入れます。はい。それではね、丸一日ね、これ醤油に山椒をつけました。はい、こんな感じです。もうだいぶね、醤油にいい香りがついています。そしたらこれで出来上がりになりますけれども、今日はね、こういったね、冷ややっこにお豆腐にかけようかと思います。これね、清潔なスプーンとかで、使う時にはね、使ってください。じゃあね、ちょっとね、とろーっとした感じになってます。冷ややっこにちょっとかけてみます。はい、これで山椒醤油の出来上がりです。こんな感じにね、冷ややっこが一番美味しいと思いますが、いろいろなものに使えます。うちなんかで卵かけご飯のお醤油として使ったり、お魚になんかちょっとね、かけたりしてね、食べても美味しいです。ぜひね、本当に山椒を刻んで醤油とつけるだけで簡単ですので作ってみてください。これ分量はね、本当にお好きな分量で、多ければ多いほどちょっと香りも強くなりますし、これ加減してみてください。これは冷蔵庫に入れておいて、こういった煮沸した瓶とあと取り分けるときに綺麗なスプーンで取り分ければ、これ結構ね、1ヶ月ぐらい持つって言われています。うちではね、そこまで使ったことないんですが、まあ少なくても2週間くらいは大丈夫です。その代わり綺麗なもので取り分けてください。はい、それではね、いただいてみたいと思います。はい、こんな感じです。じゃあね、お豆腐で今日はいただきます。はい、いただきます。今日は一日漬け込みましたがね、もうお醤油に山椒の味がね、だいぶね、出ていてとっても美味しいです。ぜひね、これ簡単ですので、山椒があったら作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。山椒味噌のレシピの動画もあるので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧になってみてください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。塩けんママでした。